今回は2022年ジャニーズシングル売上ランキングをご紹介します。2022年も多くのグループが活躍した1年となりました。どの曲がランクインしているのか見ていきましょう。10位グッドラック2人 SixTONES。 こちらのシングルは SixTONES の8枚目の両 A 面シングルとして2022年11月2日に発売されました。推定累積売上数は427,359枚となっており、2022年オリコンランキングでは20位でした。グッドラックはジェシーさん主演のドラマ最初はパーの主題歌、2人は京本大我さん主演のドラマ束の間の一花の主題歌になっていました。通常版 CD のカップリング曲にはジェシーさんと松村北斗さん出演の ECCJr. ホームティーチャーの CM に起用されたシング「アロング」と7枚目のシングル曲「私」のリミックス版が収録されているという豪華版です。2022年の紅白歌合戦ではトップバッターでグッドラックを披露予定となっています。9位共鳴 SixTONES。 こちらのシングルは SixTONES の6枚目のシングルとして2022年3月2日に発売されました。推定累積売上数は45,440枚となっており、2022年オリコンランキングでは18位でした。アニメ「半妖のやしゃ姫」の1月クールのオープニングテーマに起用されていました。こちらのシングルは初週売上40万枚を記録し、オリコン週間ランキング1を記録した上、オリコン週間シングルランキングでの男性アーティスト史上9組目の5作連続初週売上30万枚超えという記録を樹立しました。8位ラフィンユー踊るように人生を King&Prince。 こちらのシングルは King&Prince の9枚目の両 A 面シングルとして2022年4月13日に発売されました。推定累積売上数は515,169枚となっており、2022年オリコンランキングでは14位でした。また KinKiKids 以来史上2組目となるデビューシングルから9作連続初週30万枚超えを達成しました。ラビンユーは平野紫耀さん出演の香水コスメポートジュレーム IP の CM ソングに起用されており、永遠の愛を誓うラブソングとなっています。踊るように人生よは神宮寺勇太さん主演ドラマ受付の嬢の主題歌となり、新スタートを切った人々を応援する曲となっています。7位私 SixTONES。 こちらのシングルは SixTONES の7枚目のシングルとして2022年6月8日に発売されました。推定累積売上数は517,778枚となっており、2022年オリコンランキングでは13位でした。こちらの曲は松村北斗さんが主演のドラマ恋なんて本気でやってどうするの挿入歌となっていました。6位ハッピーサプライズなにわ男子。こちらのシングルはなにわ男子の3枚目のシングルとして2022年11月6日に発売されました。推定累積売上数は552,394枚となっており、2022年オリコンランキングでは10位でした。発売初週では売上 51.6 万枚を記録し、2022年11月22日に発表されたオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得しました。デビューシングルから3作連続初週売上50万枚超えはオリコン史上初という偉業を成し遂げています。そしてカップリング曲として収録されている「ハッシュメリークリスマス」はローソンクリスマスキャンペーンの CM ソングにも起用されました。なにわ男子のクリスマス定番ソングになっていくかもしれませんね。5位トレーストレースキング&プリンス。こちらのシングルはキング&プリンスの10枚目のシングルとして2022年9月14日に発売されました。推定累積売上数は573,200枚となっており、2022年オリコンランキングでは9位でした。トレーストレースは永瀬廉さん主演のドラマ「新・信長後期クラスメイトは戦国武将」の主題歌にも起用され、永瀬さんが初のセンター曲となりました。発売初週で 50.1 万枚を記録し、デビューシングルから10作連続で首位を獲得しています。4位ジアンサー「サチアレ」なにわ男子。こちらのシングルはなにわ男子の2枚目の両 A 面シングルとして2022年4月27日に発売されました。推定累積売上数は637,809枚となっており、2022年オリコンランキングでは7位でした。こちらの両 A 面シングルは
陰と陽という対極の世界観を併せ持つ楽曲となっています。ジアンサーは道枝駿佑さん主演のドラマ金田一少年の事件簿の主題歌にも起用されました。そして第112回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞でドラマソング賞を受賞しました。ウブラブからのイメージがガラッと変わった一曲となりましたね。サチアレは目覚ましテレビのテーマソングに起用されました。ゆずの北川悠仁さんが書き下ろしたエールソングとなっています。3位ブラザービートスノーマン。こちらのシングルはスノーマンの6枚目のシングルとして2022年3月30日に発売されました。推定累積売上数は88万8974枚となっており、2022年オリコンランキングでは3位でした。発売初日で 58.3 万枚を売り上げ、それまでの今年度最高初週売り上げを更新しました。スノーマンが主演の映画おそ松さんの主題歌に起用されました。この楽曲は結ばれた兄弟のような仲間ブラザーがコンセプトとなっているパーティロックミュージックです。カップリングのリフレッシュはアサヒグループ食品ミンティア瞬間ミント打法ダンス編 CM ソングにも起用されており、 CD を買っていない人も一度は耳にしたことがある曲ではないでしょうか。また From Today はラウールさんと渡辺翔太さんが出演しているモスバーガーの CM 何が変わった編に起用されました。2位オレンジキス、スノーマン。こちらのシングルはスノーマンの7枚目のシングルとして2022年7月13日に発売されました。推定累積売上数は93万5050枚となっており、2022年オリコンランキングでは2位でした。初週では 83.0 万枚を売り上げ、今年度シングル最高初週売上を記録しました。この曲は岩本照さんの初単独主演を務めた映画モエカレはオレンジ色の主題歌となりました。映画の世界観を元に書き下ろされた楽曲でエモキュンラブソングと言われています。カップリングに収録されているワンダフルサプライズはラウールさんと渡辺翔太さんが出演するモスバーガーの CM 美味しい撮り方編に起用されました。ハンバーガー CM とのタイアップなだけに歌詞にはハンバーガーを連想する歌詞も散りばめられています。1位月読み彩りキング&プリンス。こちらのシングルはキング&プリンスの11枚目の両 A 面シングルとして2022年11月9日に発売されました。推定累積売上数は107万5311枚となっており、2022年オリコンランキングでは1位でした。11月に発売されたにもかかわらず年間1位とはすごい数字ですよね。初週で 110.8 万枚を売り上げました。このシングルでキング&プリンス初のミリオン達成となったほか、2022年発売シングル CD 唯一のミリオン作品となりました。月読みは平野紫耀さん主演ドラマクロサギの主題歌に起用され、彩りは高橋海人さん初単独主演ドラマボーイフレンド降臨の主題歌に起用されました。通常版に収録されている君とメリークリスマスはカムカムクリスマスセブンイレブンキング&プリンスの CM ソングとして起用されました。今回は2022年ジャニーズシングル売上ランキングをご紹介しました。今年のオリコンランキングはジャニーズがベスト3を独占する結果となりました。あなたの2022年ベスト楽曲はどのグループの曲でしたか？ご視聴ありがとうございました。